長崎ランタンフェスティバルの皇帝パレードの皇后役に、県出身の俳優、中里伊沙さんが決まりました。長崎県出身の俳優、中里伊沙さんの出演が決定いたしました。皇帝役の福山雅治さんと一緒に皇帝パレード特別版を大いに盛り上げていただけるものと期待しております。定例の記者会見で鈴木市長が発表しました。 長崎ランタンフェスティバルの人気イベント、皇帝パレードは2月17日に実施されますがすでに発表されていた皇帝役の福山雅治さんに続いて皇后役に中里依紗さんの出演が公表されました2人の出演が決まったことについて鈴木市長はイベントの認知度が全国区に上がると思う 交流の拡大、経済効果の拡大にもつながると思うと話しました、えー、観覧の応募受付は、今日う12月25日から来年1月10日まででウェブのほか、長崎市民だけ、ハガキでの応募が可能です長崎市民がおよそ1万人、長崎市外の方がおよそ1万人合計およそ2万人の当選者が無料で観覧できます ウェブの当選者には1月17日にメールで、はがきで応募した市民には1月22日から当選文書が発送されます。長崎ランタンフェスティバルは来年2月9日から25日まで開催されます。